SR-1 はフィンランド国鉄向けに製造された電気機関車。25KV 電圧であり、ロシアのノボチェルカースク電気機関車工場にて1973年から1985年にかけて製造された。電気品はフィンランドのイ、e ・ストレンベリア部社から供給された。 造備車2両は VR ヒュビンカー機械製造場で1993年から1995年に3111番は予備部品から3112番は VR では使われることのなかった原型試作機から作られた。機関車はもともと暗い赤の塗装をしており、車体側面全周と運転窓の下に白のストライプがあった。 運転窓の下のストライプは後に警告色に変更された。1990年代初めからこの車両の塗装はオフホワイトの下地に赤のラインに変更されていった。車両のニックネームはシペリアンスシと名付けられた。フィンランド語でシベリアの狼という意味でスシは英語のドックと同じくフィンランド語で狼の他に貧相なものも意味している。この他にも ホイヒーハッキーやサハコリッサなどとも呼ばれた。3098号機から3110号機までの各社は更新時に新しい台車に換装し最高速度時速 160km での運転に対応した。また、新造の3111号機と3112号機は当初から最高速度時速 160km であった。 しかし速度向上と引き換えに牽引力が犠牲となり、より高速な s r 2系の運転開始に影響も受け、2003年に元の最高速度に戻されている。最後に更新された車両は3107番である。3048号機は1996年にヨケラでの脱線事故で、3089号機は1998年にユバスキュラでの脱線事故で大破し、 この計2両が使用不能となっている。ありがとうございます。